はい、妖怪ウォッチプニプニやっていきます。来ましたね、うんちくまライト&三つ又瑞稚シャドウ出現率アップ。なるほど、パズルでの貢献度アップ、オロチのダメージダウン、横取りでワイポイントアップ、横取り時の貢献度アップ、三つ又のづちの親友三つ又瑞稚だね。ガシャ SS1.2% ダーウィンとラストブシニャンで、あ、ゲームマジンスザクが 0.6%、 ムンチクマライト 1.5% で瑞稚が 2.5% か。でね、今回のガシャって多分ね結構闇だと思うんですよね。すごい溜まったんでね、あとアヤメとトーマとアキノリか。なるほど、今回のガシャ闇だと思うんだよね。選べるコイン、そしてオタムニャグ終わったな。でシャドウサイドメモ、怪奇メモね。ドリームマッチもあんのか。あ、この3つね。あ、ハイパーミッチーね。5パターンある。あとは今回。ハイパーミッチーか。ガシャね。で、オロチライトね。これどうなんだろうな。あった、オロチか、超覚醒オロチからのダメージダウン。過去の3つ。ダメージアップがないな。で、アニマスがあると。大変そうだな。なるほど。で、スザクを持ってるとアニマスのチップが、とかけらがドロップアップと。なんかダメージアップないね。で、いつもの争奪戦か。ハイパーミッチか。と、ジバニャンシャドウが特殊。で、獲得ワイポイントアップが三つ又瑞稚とオロチライト。なんか中アップ妖怪がいないね。中アップが追加かな。なんだろう。あといつものニャンボね。OK。じゃあ、一回イベント行っちゃおうかな。30年後の桜本町。姫野あやめ。夏目さん。圭介と。あきのりが。妖怪探偵団。3人で競争ということで、今回は春夏秋冬じゃなくて夏目と圭介とあやめ。圭介でしょう。まあ、ちょっとガシャもういっちゃおうかな。交換、あ、交換ハイパーミッチーか。ハイパーミッチーいきなりもうゲットしとこう。私が来たからにはもう安心だってね。さて、Gコインもゲットしとこう。よし、じゃあガシャ行こう。ねえ、まあ今も減っちゃったから30連にしとこうかな。ちょっと次の確率アップがいいんだよね、正直。それにしよう。ちょっと運を落としてからやろう。あ、
運落とすと言いつつ G ガシャだ。中身も見てねえけど。お、来たー、ドゥン、番長かーいって。いきなりやっちゃったよ。シャドウサイドコイン G 何だったんだろう。これか。うわー、洞穴とかゲットできたかもしんないんだね。スザクとか。いいね、G ガシャ。ダメだったけど。ダメだったけど、うんちくまもみんないるね。はい。いきなりやっちゃった。はい、じゃあ、行きましょう。ちょ、サブアカ、あ、メインアカウント30連で、サブアカ10連かな。多分ね、出ないと思うんだよね。花坂 G90 連で溶かしたように。多分出ねえと思うんだよな。行ってみよう。これは貯金はあるか。あー、金1個か。じゃあまあ青開けちゃって。うん。順調にダメだね。これね、ほんとね、ここで溶かさないように30連ぐらいでやめよう。未知、おお、 OK、 パスだ。何パスだろう。ラストブシニャンパスか。20連目。あー、どんどんなくなる。ちょ、金が出た。また1個だよ。これすげえよな、絶対。赤から出てもいいよ。これ絶対100連とかやんないと出ないよね。順調にやかん。最高。え、お、頼む。おお、三つ又水地が出たね。三つ又の土のミッチーの親友。ピンポンダッシュや落書きが好きな三つ又水地。お前も三つ又になりたいか。これ Y ポイントアップだからいいね。 OK、 うん、よし、じゃあ最後30連もうね、多分出ないよ。わかる。何個？2個か。で、あとこれでサブアカ10連で今回は収めようと思う。おお、番長ライト、うんちくまライトは欲しかったけどな。0.6% なんか無理でしょ。さあ、順調になくなって金ポン。うえー、番長左ポン。うえー、ながらじゃ。あー、もう10連いくか。もう10連いこう。これは金、まさか。おお、4つ来た、やっと。うう、またパンチョ。オルラ。赤から全然出る気配がないな。ヤドコモリ。最高、上から。
はい、弁慶お願い。うぃー、 A ランク正宗かな。冬にゃん、冬にゃん、これあかんやつだね。うぃー、 A ランクだ。いけてねえな、おい。ラスト、ラストにするわ、もう本当に出ないもん、絶対1万5000ポイントなっちゃったよ。これはでも一応金は1個は出るんだなと思いましたね。おっしょ、おっしょじゃねえ。あ、あ、あ、なんだろう、金。義経か、俺スコアタ下手くそだから義経やっとゲットだ。おお、50連やった甲斐があったな。おお、金。満を持し、今はその時ではないってね。さあ上からポン、イエー、パス。ラストブシニャンパスが2回目。これもうあかんね、あかんね、これね。もう10連行こう、これで終わり。分かっていたけどやめられない。これはまさか。うんちくまぐらい出てほしいな、せめて。あ、あやめちゃん、姫のあやめ、もう黒幕確定なんだけど。もうあとはシャドウサイドはね、視点同士出るだけだよね。さあやばいよ。うい、ぬえ、うわ、やっちまったな、これ。もう行こうぜ、もう行こうぜ。爆死だよ、爆死。これは爆死してやるぜ。最初ね、30連なんて言ってたのに、結局爆死の道を選んだな。三つまた水内も出てこないもんね、1回しかね。かなりすごいよね。分かっているけどやめられない。さあ行こう。うい、うい、うわー、三つまた水内。じゃあラスト70連目。70連だったか。いやー素晴らしいね。力を感じるでみせ。最後これかよって感じだ。すげえな、最後やってくれるぜ。結局やっぱ人間、やっぱね、コントロールできないね。すごいね、やっぱね。うんちくまも出なかったぜ。おお、闇キュービー。あー難しいね、人というのは。あー残念、さよなら。あっという間になくなりましたね、 Y ポイント。じゃあちょっとサブアカね、最後やってこの動画終わりにしよう。はい、じゃあサブアカは10連で10連、1万6000貯まったよね。分かっちゃいたけど闇に引っかかったな。金4つ。お、パス、ラストブシニャンパスめっちゃ出るな。はい、じゃあまあ赤開けていきましょう。まあサブ赤だからね。おっしょ、なんかサキちゃんがいるな。サキちゃん持ってたっけ、持ってたかな。まあ赤ではね。お、まあ、サーバー赤だから。お、金。闇エンマが出た。
マジで。さっきのガシャでは70連で何にも出なかったのに。闇エンマいいじゃないか。サバがやっぱこれやっぱ10連ぐらいでやめた方が良かったな。お、こんないい10連もあるの。うひゃー、スザクが出た。サブアカ10連でスザクと闇エンマ出たよ。マジで。そんなのありなのかな。これもう今回もサブアカだね。いや前回もねサブアカは出たんだよね、あの花坂 G が。いや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 、なんちゅうことだよ。最高じゃねえかサブアカ。また止まった。まさか弁慶か。これでうんちくま来たらすごいなと思ったけど、これ何これ、これすごくない、このサブアカの10連。だってパスも SS だからね。 SS2 つに SSS、 すげえな。はい、じゃあということで一応今回はシャドウサイドガシャ、シャドウサイドガシャなのかな。うん、で怪奇メモ争奪戦はケイスケでちょっと進めていきたいと思いますね。はい、オロチだよね。はい、じゃあ今回ここまでします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。いやー